はい、マッチングいたしました。ヨッシーさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、海流以外は全部性別のないパーティーでございますけども、お互い初手ディンルーとかになりそうでなんか変な感じがするけど、初手ソーブレイズからの、海流マリルレード全部物理はどうだろう。まあいいや、この脳筋3姉妹で、3姉妹でもないけど、むしろ男の子のが多いけど、はい、私は初手ね、ディンルー読みでございますけど、全然ロトムでしたと。めっちゃロトムでしたがな。めっちゃロトムどうしようかな、これ。ここはちょっとインファでも打ってみますか。おい、どんなもんじゃい。あー、どんなもんじゃ TV。結構硬いでございますね。これは結構、硬いっていうか、かなり硬い。で、放電っていう、なんか一番嫌な感じの。かなり硬かったんでね、これ多分お盆だと思うんですよね。だからこれインファ打ったとて見食われるだけなんじゃないかなって思うんですけど、どうだろうね。だよね、見食っても一応海流の神速圏内ではあるので、まあ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 、とりあえず引き分けぐらいにはなったんじゃないかなと。まあこれは盛大に読み違えたっていうか、お互いディンルー読みなんじゃないかな。で、海流と。じゃあ私はマリルリで。さて、色違いでございます。お互い黄色い同士ね、頑張っていきたいなと。相手からするとここテラスタル切るか交代するかみたいなとこでしょうかね。地震と、なんか中間卓っていう感じがしますけど、はい、じゃれつくと、ま、次の地震は耐えるし、ノーマルテラスタル神速でも、ま、耐えるんじゃないかな。どうだ、微妙なラインに来たな。テラスタル切ったか、ちょっとねこれ神速怪しいんですよね、正直言うと。正直言うと神速は結構怪しく、あれ飛行テラスタルなんでゲスか。飛行テラスタルテラバーストってことかな。羽休め、あら、そういう結構耐久の海流。ただ満タンにはならないので、これでとはいえ攻撃は下がっていきまして、まあアクアブレイクでいいか。羽休め、はい、羽休めでこう無限に受けようみたいな。でも受かんないと思うんだけどね。はい、引っ込めて、ここで水技に切り替わったからロトムを出しましょうみたいなことでしょうか。ただロトムもアクアブレイクプラスアクアジェットでいけると思うんだよね。まあ、このロトムはね、私のソーブレイズの仇なんでね、きっちり倒させていただきましたね。これでサーフ4を、まあ、安全に着地させましたということでしょうか。こいつ電気技持ってんのかな。電気技持ってたら受からないですが、電磁波という変な技を持っていた。電磁波か。ちょっと動いてね、これ頼むわ。ちょっとマリルリちゃん、マリルリちゃん、マリルリちゃん、オッケーオッケーオッケー。マリルリが目いっぱい暴れております。結構硬かったんで、これはねアクアジェットじゃ絶対落ちないので、これはちょっとね、マリルリちゃんに無限に動いてもらうしかない。これはしびれて動けない。そうね、たたり目、これはまだしっかりと耐えていき、でアクアブレイク、もう一発アクアブレイク、自己再生、ここ動いてほしい、マジで。ここ大事、ここ大事だ。動けなすぎる、これはちょっとひどい。アクアジェットだ、しびれて動けなすぎてるな。ちょっと、いくらなんでも感はありますよね。これは 100% 初手電磁波打ってくるんですよね。まあ地震打つか。お、先行取ってる、ワンチャン、ワンチャン、これで、あー倒せない、電磁波かわせ、あーくわくわ、頼む、もう痺れ切ったから、もう痺れ切ったから、もう全部動けていいはず。そうね、たたり目読みならテラスタル切りでよかったな。正直自己再生するんじゃないかなと思ったんで、もう呪われ切った、もう呪われ切ったんで、アンコールで、アンコールされてもう自信しか出せなくなったので、もう何ですかこの、こんなにしびれる 25% よな
なんじゃこのバトル。はい、マッチングいたしました。チンジャオさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、ラッキーめちゃくちゃ久々に見たような気がしますね。いや、ただね、なんかヘイラッシャーラッキーの並びがね、すっごい受けループに見せたいんですよっていう風に見えるんですよね。だから逆にあんま受けじゃないんじゃないかなって思うんですよね。どんぶりからいって様子見ますかね。で、ほんでもって影の男を出しまして、メカモスラとかでちょっと行ってみますか。さてさて、紫色の髪の人、ラッキー、初手ラッキー来た。しかも色違いがなんでちょっと鮮やかじゃない緑なのかという問題はね、昔からありますが、ラッキーもステルスロックかな。これお互いステルスロックになりそうな予感はするんでゲスが、草結び、あら、攻撃型でも効かないんですよね。ラッキーって刺してパワーないですからね。これどうしよう、攻撃していくんだったらカタストロフィーとか。降参が選ばれた。なんですって。